ヤクラカエデ氏は、日本のゲーム実況者、インスタグラマー、ユーチューバー、女性アイドルグループ、n m b forty eight の元メンバーで、2013年から2015年に、かけて a k b forty eight を兼任していた。愛称は、ふーちゃん、大阪府出身。2011年5月、n m b forty eight 第2期生、オーディション最終審査合格し、6月5日、 東京ドームシティホールにて開催された、見逃した君たちへ、AKB48 グループ全公演において、NMB48 第2期研究生23名の一人として、初披露された。8月13日、n m b 4 8二期生、パーティーが始まる夜の初日公演が開催され、選抜メンバー16名のうちの一人として、劇場公演デビューを果たす。 同年10月19日に発売された NMB48 のセカンドシングルオー、oh、My ガー、でシングル表題曲における初選抜となった。2012年1月26日 NMB48 研究生29人の中から選ばれたチーム M 初期メンバー16人に入り正規メンバーに昇格。10月9日 NMB48 の2周年記念特別公演2日目において、チーム M のセンターとしてお披露目された。2013年4月28日、AKB48 グループ臨時総会、白黒付けようじゃないか。最終日の夜公演において、AKB48 チームウェイトの兼任が発表され、同日付けをもって兼任が開始された。 5月22日発売の AKB48 さん、ファーストシングル、さよならクロールの選抜メンバーに選ばれた。5月から6月にかけて実施された、AKB48 さんセカンドシングル、選抜総選挙では44位で、ネクストガールズに選出された。2014年5月から6月にかけて実施された、AKB48 さんセブンスシングル、選抜総選挙では41位で、 ネクストガールズに選出された。9月30日、パシフィコ、横浜国立大ホールで行われた、NMB48 の全国ツアー、NMB48 ツアー2014、インサマー世界の中心は、大阪や南馬自治区の最終公演において、同年11月5日に発売された、NMB48 の10枚目のシングル、らしくないで、白感見るとともに、 表題曲のダブルセンターを務めることが発表された。前作までセンターを務めた山本さやかに代わって、白館とともに、自身初のシングル表題曲でのセンターポジション獲得となった。2015年5月29日、チーム A 恋愛禁止条例公演での古畑なお、ヤクラカを送る会をもって、AKB48 との兼任を終了。 5月から6月にかけて実施された AKB484 ファーストシングル選抜総選挙では40位となりネクストガールズに選出される2016年5月から6月にかけて実施された AKB4845 スシングル選抜総選挙では33位となりネクストガールズのセンターに選出される10月18日に神戸ワールド記念ホールで 開催された NMB486th a n n i ー e r s a r y で大祖格と称したチーム再編によりチーム B への移動が発表され2017年1月1日に新チーム体制に移行。12月31日第67回 NHK 紅白歌合戦の番組企画として行われた a k b 4 8ムの紅白選抜では41位にランクインした。 2017年4月1日、ショールームにて、AKB484 ナインスシングル、選抜総選挙への参加事態を報告した。9月24日に、日本外資ホールで開催された、AKB48 グループユニットじゃんけん大会2017では、村瀬斎と共に、封鎖名義で出場し、準優勝となった。10月11日、大阪城ホールで開催された、 NMB48ARENA ツアー2017大阪公演において2018年3月をめどに NMB48 を卒業することを発表した。2018年4月4日、オリックス劇場において NMB48 としての卒業コンサートヤクラカエデ氏卒業コンサート同じ空の下でを開催した。同日発売の NMB48 の1 8シングル 欲望者が最後の選抜曲となった。4月10日、NMB48 劇場で卒業公演を行い、同日付で芸能界からも引退することを発表。2019年5月8日、芸能界復帰を発表、エイジアプロモーションに所属した。復帰後初のテレビ出演は、5月15日放送の日本テレビ系ドラマ、白衣の戦士。第五話、 2020年1月8日、YouTube チャンネル、ヤクラカエコの解説を発表した。2021年2月、エージアプロモーションを退社し、ピツターとの提携も解消。同月3日よりマイルダムにてフリーのゲーム、実況者として活動を開始。あるある U テレビでの番組内独自のニックネームは、バッドボーイズ、佐藤正樹が芸人、オタコプーの名前をもじって付けた、オタコ風である。 キャッチフレーズは、ワンダ・パワー・ハート・みんな、夫婦だよ。ふーちゃんこと、ヤクラ・カエデコです。肌が白く、おとなしいため、NMB メンバーから幽霊っぽいと言われている。NMB48 赤組、思わせ光線のミュージックビデオでは、お化けの役を演じている。趣味は、少女漫画を読むこと、音楽鑑賞。特技は、短距離走、朗読。憧れの女優は、 吉高由里子。g o グーグルにおける、AKB48 グループの部活動では、演劇部に所属していた。NMB48、AKB48 フェアリー、W、NKNMB48 名義、AKB48 名義パチスロ、AKB48 勝利の女神、NMB48 名義に帰省、パーティーが始まるよ公演チーム M ファーストステージ。 アイドルの夜明けチーム m カンドステージ、リセットチーム、b ースステージ、恋愛禁止条例、AKB48 名義、篠田チーム A ウェイティング公演横山チーム A、ウェイティング公演チーム A、恋愛禁止条例公演。ありがとうございます。